こんにちは、7月29日火曜日 AW ニュースウィークリーです。今日のコメンテーターは早稲田大学政治経済学部教授の原田豊さんです。原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。原さん、早速なんですが、今週のニュース、はい、寸評をちょっと、はい、あれ、いきなりなんかざっと感想を。はい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 。まあ、安倍総理が予算のことでですね、はい、まあ、これからアベノミクスでしっかりやっていくぞということを言われた、はい、で特に地方に波及させるということを、うんうん、はい、おっしゃったので、はい、まあ、これが、まあ、経済ニュースとして、まあ、一番重要じゃないかというふうに思っています。はい、わかりました。それは今日注目で取り上げます。はい、はい、この番組は1週間の政治経済ニュースを振り返ります。番組で扱うニュースの全記事がブログにアップされています。番組では皆様のご意見ご質問の投稿を取り上げますので、全記事ブログを参考にしてみてください。では1週間のニュース振り返りです。菅官房長官は22日の会見で、武田防衛副大臣が古川佐賀県知事を表敬したことについて次のように発言しました。防衛副大臣からは、知事に対して陸上自衛隊のオスプレイの部隊等を佐賀空港に配備させていただきたいこと、さらに沖縄の負担軽減のために米海兵隊に佐賀空港を利用させることも政府として視野に入れていることを説明し、ご理解とご協力をお願いいたしました。特に沖縄県の中居間知事が普天間飛行場の5年以内の運用停止、これを求められております。米軍の運用の話なので断定的に申し上げることはできませんが、暫定的に辺野古が完成するまで佐賀空港を利用させていただくことも米側の理解を得ることができれば検討してまいりたいと考えます。はい、佐賀空港にオスプレイを置きたいよと。はい、まあ、沖縄というか、はい、一番近いところですよね。だから一番その沖縄とかそういう問題になるようなところに近いところに、まあ、オスプレイを置きたいというのは、まあ、当然のことだと思うんですけれども、うん、まあ、佐賀県は佐賀県のご事情があるわけですから、うん、はい、なんかこの後協力をお願いしたけれども、はい、まあ、政府から協力のお願いはあったけれども、うん、賛否は全くの白紙だということを発言されている、うん、佐賀県知事はですね、はい、発言されているようですので、はい、分かりません。ただオスプレイは、うん、もうそのアメリカ軍は今までのようなヘリコプターはもうほとんど使わないということになって、うん、全部オスプレイにしてしまう、うん、でオスプレイというのは速度もですね、うん、それから運べる量もですね、うん、今までのヘリコプターよりなんか格段に大きいもののようですね。うん、そうですね。はい、ですからこれから の、うん、その軍の運用というのを考えると、うん、まあ、全部オスプレイにしていくので、うん、そのオスプレイの基地が必要だというのは確かな。うん、で日本としてもですね、うん、もう日本もオスプレイを購入してるんですよね。うん、だから日本としてもそのオスプレイを使うということは必要なことのようでありますね。うんうんうん、はい。はい、じゃあ次に行ってみましょう。はい、安倍総理は24日総理官邸で平成27年度予算の概算要求基準に関する政府与党政策懇親会に出席しました。ですよね。あ、懇談会ですね。懇談会に出席しました。安倍総理は議論を踏まえ次のように述べました。平成27年度予算はデフレを脱却し民需主導で経済の好循環を拡大するとともに、アベノミクスの成果を地方に波及させる重要な予算であります。また27年度は基礎的財政収支の半減目標の達成時期にあたります。経済再生と経済健全化の両立、この道しかない。その観点から予算の大胆な重点化、効率化を図ってまいります。まあ、これの続報なんですけど、まあ、25日にこの概算要求基準を閣議了解しました。でその中身というのは、裁量的経費
と呼ばれる公共事業などに充てる費用の要求を今年度と比べ 10% 低く抑える、年金や医療など社会保障にかかる費用も今年度と比べて8300円の増額を認める、あしかし合理化と効率化に最大限取り組む、優先課題推進枠として各省庁から最大4兆円の要求を受け付ける枠を設けると、まあ、こんなふうになってるんですけど、これどうなんですかね。はい、まず裁量的経費と呼ばれる公共事業などに当てる要求費用の要求をまあ下げるというのはまあいいことだと思うんですね、うん、だからもう公共事業もですね、うん、もうやりすぎの状態で、人が足りないとか資材が足りないという状況になっていますので、うんうん、まあ、外国人を入れて無理やり公共事業をやるというような話もありますけれども、まあそれはナンセンスだと思うんですね。だからまあそれを抑えるというのはいいんじゃないかと思います。それからまあ年金や医療など社会保障も まあ、ある程度は増額は認めるんだけれども、合理化と効率化に取り組むと、まあこれはいいことなんですけれども、その普通の予算であればですね、まあ少しでも削れば、それでまあ未来永劫に削れるっていうことになるんですけれども、年金医療っていうのはどうしても高齢化が進むごとにだんだん増えてしまうわけですよね。だからちょっと合理化してもですね、また医療費や医療費や年金っていうのはまあ高齢者使うものですからどうしても増えちゃうと。だから、まあ、当面大丈夫だという状況になってもですね、長期的にはもうどんどん大変なことになってしまう、ということなので、これをかなり本気で、抑えなきゃいけないんだけれども、まあ、ちょっとあんまり本気が感じられないという問題があるということです、それから優先課題枠でですね、成長戦略に織り込まれた政策のために4兆円って言うんですけれども、その成長戦略って、まあ、金を配れば成長できるのかっていう問題なんですよね、そうすると、まあ、そうやってもあんまり成長できないんじゃないかと。だから成長戦略の一丁目一番地は規制緩和なんだという、そういう原点に立ち返ってですね、考える必要があるんじゃないかというように思います、それから、消費税 10% の引き上げが年内判断するとされているために、今の時点では税収がはっきりしないとして、歳出総額の上限は求められていないっていうんですけれども、この歳出の上限をこう決めないとですね、こういくらでも増えちゃうわけですよね、で特に景気が良くて税収が上がっていると、そういう状況だと、せっかくつまり税収が上がれば財政再建に近づくんだけれども、税収が上がると、ああいっぱい入ったからいいじゃないかと、また使おうぜっていう話になってしまって、財政再建が遠のいてしまうと、こういうことが起きていますので、やっぱり上限を決めなきゃいけないということでですね、ちょっといろいろ不十分な点があるんじゃないかなという気がします。これに関連してですね、経済の話なんですけど、前回のニュースで月例経済報告をやったんですよ、でそれは経済の、判断は緩やかな回復基調が続いているという、前回のニュースでやったんですけど、消費税4月に 8% に上がって3ヶ月、よく経済の人が言うのは消費税3ヶ月は落ち込むんだけれども、その後が上に上がるかそのまま停滞するまんまかが重要な問題である、って言うじゃないですか、でちょうど7月で3ヶ月経ったぐらいの話なんですけど、この来年度の予算とその辺を照らし合わせてですね、今後経済どうなっていくんですか。で今まだ全ての指標が出て、いない、で四六ですらもですねまだ全ては出てない、もうちょっとで出ますけれども、で今までの動きを見ますと、消費って例えばまず消費を見るんですけれども、消費っていろんなデータがあるんですけれども、一応内閣府が出している消費総合指数というのがあって、
これは消費に関連した指標をまさに総合化してるんですね、うん、だから、まあ、これで見れば一番確実だと思うんですけれども、うん、これが今年の3月に前月比で 4.9% 増えて、だからまあもちろん駆け込み需要があったということですよね、はいはいはい、で4月に 8.1% 減ってるわけです、はい、で5月に 1.3% 増えて、だからまだ戻ってないわけですよね、はいはいはい、でじゃあ6月に戻って、これまでの駆け込みの分の逆転して元のトレンドに戻ってちゃんと伸びていくかというとまだ分からない、うんうんうん、だからまあ確かに4月減ったっていうのはまあ確かなんですけど、うん、あだから4、6減るっていうのはまあ間違いない、うんうん、じゃあ市地区に元に戻るかと、元のトレンドに戻ってちゃんと成長するかっていうのはまだ分からない状況にあります、うん、消費だけを見てもですね、うんうん、で投資なんかも機械受注なんかが非常に大きく減ったりしてですね、うん、これもよくわからないところがあります、うんうん、ただこういう仕様って毎月かなり大きく動くものなので、うんうん、まあ、一概に言えないんですけど、うん、じゃあ完全に大丈夫かというと、うん、まあ、よくわからないところがあります、うん、ただ雇用を見るとですね、これは良くなっているんですね、雇用は良くなっているんですよね、雇用、そうです、はい、雇用の仕様はほとんどが全て良くなっている、うん、それから給料も、うん、少しですけれども上がっていると、うん、だからまあそういう雇用の仕様なんかを見ると、うん、大丈夫なんじゃないかというのは、うん、ように思えるんですが、はい、もちろん白くから白くの後ですよね、むしろ、うん、だから宿にちゃんとこの成長トレンドに戻れるかどうかということなので、うんうん、まあ、またその後また深川さんに突っ込んでいただくということになるんじゃないかというように思います。平成27年度予算は原田さんが見てどんな感じなんですか、印象としては。というかだってまだ分かんないわけですよね、うん、そう、だから要するに景気が良くなっているんだから、うん、もうその公共需要で無理やり景気を良くする必要はないわけで、うん、これはまあ下げなきゃいけない、うん、で一方来年10月に予定されている消費税税率の 10% 引き上げのために、うん、まあ、12月に決めなきゃいけないわけですよ、はあはあ、ね、まあ、12月までには判断しないといけない、うんうん、そうすると 2% の消費税増税をするために、まあ、心配だから何かやらなきゃいけないっていうのがあるんですけれども、うんうん、でもじゃあ消費税じゃあまた公共事業で何かやると言ってもですね、うんうん、もう人足りなくなってるわけですから、うん、それはできないと。だからなんか代わりのことで、うん、代わりのことで景気刺激策を、うん、しないと心配だと、うん、はい、まあそれは分か、まあ、与党として心配だと、はい、まあ、それは分かります、はい、だからじゃあ何をしたらいいのかっていうと、うん、まあ一つは物価が上がっていない、物価が 2% にいきそうにないんだったら、うん、まあ、さらに金融緩和するっていうことも考えられますし、うんうん、それから法人税を下げるっていうのも、まあ、これ本来長期的な成長戦略の一環として考えるべきものですけれども、うん、早めに下げると、うん、早めに法人税を下げるということも考えられるんじゃないかというように思います、うん、法人税ね、はい、わかりました、はい、じゃあ次行きましょう、はい、菅官房長官は25日の会見で国連人権委員会が日本政府に対しヘイトスピーチや従軍慰安婦問題について勧告を行ったことについて次のように述べました。まずですね、慰安婦問題をはじめ、我が国の基本的立場や取り組みについてですね、我が国として、まあ、真摯に説明したにもかかわらず最終見解において十分理解されないかったということは、まあ、非常に残念だとこれ言わざるを得ないというふうに思います。今言われましたように、まあ、構想力はないわけですけれども、まあ、関係省庁と内容を十分検討した上で、まあ、適切に対応していきたいと思います。はい、ということで、ヘイトスピーチと従軍慰安婦問題について国連人権委員会が日本政府に勧告したと、
まずその国連人権委員会って、まあ、名前は立派なんですけれども、はい、まあ、いろんな独裁国家とかもこの中に入ってるんですよね、はい、だから本当に、はい、じゃあ人権、その自国の人権をちゃんと守っていない国がですね、うんうん、なんかこういう人権委員会っていうのを作って、うん、なんかよその国に言うっていうのはどうなんだろうなという気が、まあ、正直してしまいます、うん、それからヘイトスピーチなんですけれども、うん、まあ、そのよその国をなんか悪く言って、うん、自分があの愛国心があるとか、うん、ナショナリスティックな感情を満足させるっていうことは、うん、まあ、あんまり格好のいいことではないと私は思うんですね、うん、だから、まあ、こうヘイトスピーチはやらない方がいいと思いますが、うん、じゃあこれ法律で規制するとなるとですね、うん、じゃあどこまで規制するんだっていう問題はいろいろあるだろうと思うんですね、うんうん、まあ、例えばヤンキーゴーホームっていうのはあのまあ昔よく日本人行ってましたし、うん、あのまあ学生なんかいっぱい行ってましたよね、はい、大昔ですね、はいはい、まあ、私も大昔行ったことありますけれども、はいはい、まあ、あのじゃあこれもヘイトスピーチかっていうと、うんうん、これまあまあ、そのぐらいいいんじゃないかと、うん、私は思いますけれども、うんうん、じゃあどこまでが許されて許されないことなのかというとですね、うんうん、これあのまあ判いろいろ判決が出てるわけですね、うんうん、このヘイトスピーチに関して、はい、そうするとその判決について、うん、具体的に考えていって、うん、国民的に議論していく中でですね、うん、やっぱりこういうことはやめた方がいいんじゃないかっていうのが、うん、あの、まあ、法律によらないで、うん、国民の、まあ、理性で、うん、しないようになるというのが望ましいと思うんですけれども、うん、まあ、法律的に禁じるとすればですね、うんうん、まあ、判決をいろいろ検討して、うん、国民的な議論をしながら、うん、まあ、何か法律の新たな制定っていうのは、うん、まあ、考えられないことではないんじゃないかと、うん、ただ慎重にやった方がいいんじゃないかというように思います、うんうん、それからあと、まあ、従軍慰安婦というか、うん、まあ、従軍娼婦の問題で、うんうん、これについて、まあ、要するにその何かその強制的に、うん、あのまあ娼婦にしたと、うん、仕立てたということが言われているわけですけれども、うん、もしやったと、もしそうであったとすればですね、うん、まあ、誰かやった人がいるわけですよね、うんうん、でやった人は当然その日本の法律にも違反してますし、うん、あの軍規でも違反なん、うん、まあ、当たり前ですよね、うん、そんなことがあの、うん、OK のはずはないわけで、うんうん、日本国内の法律、それから、まあ、あの戦争放棄での法律、うん、それから軍規ですね、うん、日本軍の、まあ、規律を守るための、うん、規則、うん、その全てにおいて、うん、違法ですから、うん、それをやった人がいればそれは当然犯罪でですね、うん、あの罰せられなければいけないと、うんうん、でいろんな事情でなんか混乱の事情で罰せられていなかったとしたらですね、うん、まあ、戦後 B 級 C 級戦犯っていうのがあって、うんうん、まあ、あの虐待とかですね、うん、まあまあ、特に捕虜虐待とか、うん、それからあの占領地での、うん、まあ、虐待とか、うん、まあ、乱暴狼藉、うん、その他ですね、うん、そういうようなことをやったとして、うん、あの罰せられてる人はいっぱいいる、うん、わけです、うん、ですから、もしこの従軍慰安婦で強制的になんかそういうことをしたという人があればですね、うん、これなんで B 級 C 級戦犯で問題とされて罰せられていないのか、うん、まあ、私それは不思議だと思うんですね、うんうん、だからその時にもうしっかりあのこいつはけしからんということを、まあ、うん、まあ、言ってほしいですよね、そんな何十年も経ってからではなくて、うん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 、それで行って、で、まあ、それはだっていかなる法規においても犯罪なんですから、うん、それ罰せられても仕方がないことであって、うん、それで罰して、欲しいというふうに思うんですが、うん、それがあのこうなんで今頃になって言われるのかっていうのもちょっとよくわからないところが私にはありますね、うん、それから
菅官房長官が我が国として真摯に説明したと言っておられるんですけれども、うん、まあ、誰がどういうふうに説明したのか、うん、一体これどういうものなのかですね、うんうんうん、そういうのもちょっと知りたいなと思いますね、うん、そうですね、うん、まあでもこの問題なんかあれですよね、なんかまだ混沌として長く続きそうな、それは長く続きますね、うん、だって、まあ、韓国はずっと言い続けるでしょうから、うん、それは終わらないだろうと思いますね、うんうん、はい、わかりました。はい、それでは次です。安倍総理は25日訪問中のメキシコでベニャニエト大統領と首脳会談を行いました。安倍総理からは TPP について早期妥結に向け協力していきたい、両国 EPA の再協議については TPP 交渉の進捗状況などを勘案しつつ進めていきたいなどの発言がありました。これに対しベニャニエト大統領は協定等の署名を歓迎し、構造改革を成長に生かすことの重要性、また両国 EPA の再検討の重要性について安倍総理と同じ立場であるなど述べました、まあ、メキシコと日本が TPP で協力しましょうと、はい、まあ、メキシコはあの後から参加して、あの TPP にですね、はい、あのカナダと一緒に後から参加した国で、はいはい、もちろんあの北米自由貿易協定にあの入っているので、はい、まあ、最初はあんまり入ってなくてもいいのかと思ったのかもしれないんですけども、後から入ってきたと、うん、で日本ももちろんあの TPP やってるわけですから、うん、まあ、協力しましょうというのは当然のことだと思います、うん、で日本とメキシコはあの、うん、経済連携協定、日本とメキシコだけのですね、うんうん、経済連携協定というのを結んでいます、うん、でこれ10年経ったっていうことですから、あの小泉政権時代にやっていて、うん、豚肉オレンジ、それから牛、うん、オレンジの果汁と生オレンジですね、うん、それからあの牛肉とか鶏肉とかなんかで、うん、日本は関税を下げて、うん、メキシコの方は自動車用の鋼板とか、うん、あの車とかなんかを自由化すると、うん、いうことをやって、まあ、お互いにうまくいきましたねという状況で、これをさらに、うん、まあ、なんかやりましょうということだと思います、うん、で、でまあ、あのこの TPP もこれからどういうふうに進むのか分かんないんですけど、うん、まあ、協力して早くやるようにしましょうねということで、うん、まあ、いいことなんじゃないかというふうに思いますね。原さんあれですもんね、うん、TPP はもうでも大賛成ですもんね。そうです。それで、まあ、TPP でいろいろ心配されてる方いらっしゃるんですけれども、うん、まあ、じゃあ日本の農業ってあのこのままいけばあの、うん、いいのかと、うん、あの TPP しないでこのままやって生き延びれるのかって言ったら、うん、そんな生き延びれないわけですよね、うんうん、だからあの今こ そ, その TPP に参加してまあ、必要なお金を使ってですね、うん、日本の農業を強くするということを、うん、まあ、そういうもう最後のチャンスが来ているんじゃないかというように思います、うん、ですよね。はい、はい、分かりました。コメントいっぱい来ております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でですね、なんかいろいろあるんですが、はい、国連何それ使えない機関じゃねえか。さっきの人権委員会。人権委員会ね。人権委員会結構問題多いですよね。そうね。だからもっとなんか人ちゃんと人権を守ってる国にやってほしいですね。そうですよね。はい、そんな感じですかね。うん、TPP でさらに強くなる日本。え、原さん同じですね。そうですね。あの、まあ、そういう本も書きましたので。あ、そうですよね。書きました。なんかコマーシャルしてくれたぐらいで、どうもありがとうございます。ただ、食料安保という視点を、はい、分かりました、はい、だけど TPP やらないで、こう保護しているわけですけれども、うん、保護している間にどん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 食料自給率下がってるわけですよね、うんうん、現状はですよね。現状は、で他の国はどうしたかっていうと、うん、結構その輸出できるようになった国が多いわけです、うん、ヨーロッパの国なんかですね、うんうんうん、でそれはどうしたかというと、うん、日本は、まあ、その
国境で守る、うん、つまり関税で守って価格をどんどん高くしていったんですね、うん、でところがヨーロッパの方はそうではなくて、うん、所得保障制度というのを使って、うんうん、その農業っていうのはまあ景観とか自然とかこう守るんだから、うん、その農業で、まあ国土を美しくしているためのまあ補助金みたいなものを払ってですね、うん、でその払ったのをもらいながら生産すると、うん、いうことになるとこれ、価格が下がる、価格はまあ少なくとも上がらないですよね、うんうん、でそうやってやってるうちに、その価格も下がってきて輸出できるようになった、うんうん、そうするともちろん得意なもの得意でないものがいろんな国あるわけですから、うんうん、得意なものは輸出するようになって、うん、要するにその食料自給率っていうのはいざという時に、うん、そのあるか食料があるかどうかっていうことですから、うんうん、いっぱい輸出しているものって、うん、つまり輸出しているものっていうのは 100% 自給率 100% の上にあるわけだから、うんはい、それは自給率にこう数えれるわけですよね、うん、だからその結果自給率は高まったっていうことがあるわけです、うん、だから日本も関税で守るっていうんじゃなくて、うん所得保障制度、うん、まあ、すでに始まってますけどね、うんうん、でそういうことを昔からやってやりながら、うん、国境で守るというのをどんどん減らしていけばですね、うんうん日本もヨーロッパのように自給率を上げることができたんじゃないかというふうに思うんですね、うん、だからそのこれまでの政策の失敗を、うん、これから直すいいチャンスじゃないかというように思います、うん、だからその結果、まあ、食料自給率も上がるはずですから、うんまあ、そこは心配されなくてもいいんじゃないかと思うんですね、うん、もう一個聞きます、はい、医療はどうなりますか。医療はですね、うん、なんか難しいんですよね、はい、このまあ、年を取るとどうしてもまあ病気になってしまうということになりますので、はい、うん、じゃあこれでかつ、まあ高齢者の自己負担というのは、うん、まあ、1割負担ですからね、そうするとどうしてもまあいっぱい医者に行っていっぱい薬をもらってしまって、うんうん、その薬を捨ててしまうということが起きている、うん、わけですね実際問題として。だからこういうことはまあ何とかしなきゃいけないと、うん、でもちろんその高齢者が少ない時代であればですね、うん、まあ、まあ多少のことはまあいいじゃないのって済んでたんですけど、うん、これ高齢者どんどん増えてきますから、うん、まあ多少のことはいいじゃないのって言ってられなくなるということで、うんうんうん、やはりその医療の合理化っていうのは避けられないというように思いますね、うんうん。だからまあそれを合理化と効率化に最大限取り組むっていうのはいいんですけど、うん、でもこうかなりの覚悟を持ってやらないと、うん、どんどん増えていくっていうのを抑えることはできないんじゃないかという気がしますね、うん、そうですよね、うん、はい、わかりました、はい。富田さん何かありますでしょうか。ですね、はい、僕は TPP で気になるのは食の安全性ですかね。今最近流行りですからね。今は気になりますよね、うん、中国の確かにね。だから、うん、毒入り餃子の後ね一挙に減ったんですけれども、うん、やっぱりまたああいう風になってしまったということですので、ね、うんうん、でだからまあ、うん、そのしっかりこう買う人が買う人っていうのはその大会社のことなんですけどね、うんうんうん、その大会社が買うときにそれをしっかり確認すると、うん、いうことが必要なんじゃないかっていうふうに思いますね、うんうん、でもね防波堤にそれがなるのかっていう気もしますよね。そうですね、うんうん、ですよね。はい、はい、分かりました。はい、そういうことで、以上ニュース振り返りでした。ここからは原田さんが注目するニュースです、アベノミクス地方に広がるか。はい、はい、この27年度の予算はアベノミクスの成果を地方に波及させる重要な予算だ、うん、っていうふうに、まあ、うん、総理がまあおっしゃった言ってますよね、はい、
わけなんですけれども、はい、これがその地方に広げるって一体どういうことなのかっていうことだと思うんですよね、うんうん、そうするとまずアベノミクスで景気が良くなって、うん、人手不足になっている、うん、ということは、うん、まあもう広がっているっていうことじゃないかというように思います、うんうん、で今まで地方に広げるっていうとですね、うん、どうしてもなんかどう必ず公共事業なんですよ、ねうん、で、で地方には公共事業しかないから、うん、あのこう公共事業で広げるっていうわけですけれども、うんうん、まあ大昔の公共事業であればですね、うんうん、だからそのことそれをすることによってで企業が来て、その自動的に経済が回っていくと、うん、いうことになったわけですけれども、うん、こう最近ではまあなかなかそういうことが起きないっていうことですね、うんうん、ですので、地方に広がるって、まあ、どうしたらいいんだっていうことになると思います、うんうん、で例えばまあ、農業なんかでですね、うんその土地があるのに耕してくれる人がいないと、うん、で耕してくれる人がいないけれども、うん、じゃあその土地を使って農業をやろうとすると、うん、じゃあお前はやっちゃいけないとかいう、うん、そういうわけわかんないことをやっているわけですよね。だから そうですよね、そういうのがそもそもおかしいんじゃないかと、うんうん、それでアベノミスの特区の中で、はあまあ、地方農業特区というのもあって、はあで、はい、そういうのいいんですけれども、はい、これ特区っていうよりもすぐ日本全国でやればいいじゃないかと、はい、だってね農地を耕してくれる人がいないんだから、うん、耕してくれる人がいたら嬉しいでしょうと、うん、だったら誰でもいいからやってもらえばいいじゃないかということ、うんうん、それで、いやそんなわけのわかんないやつにやると、うん、やってもすぐやめちゃうんじゃないかって言うんですけれども、うん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 でもそれやめるっていうことは、うん、なんか投資をしないと耕せないですからね、うんうん、でやめるっていうことは大損するわけですよ。だから結果的にやめる人はいるかもしれないけどそんなわざわざ大損するために投資して、うん、それでいややっぱりうまいかないかやめるって、うん、わざわざやる人はいないんですからね、うんうんうん、だからやってもらえばいいじゃないか、うん、なんでこういうふうにわけのわかんないことを言うんだろうかと、うん、本当にまあ、困ったもんだと思うんですね、うんうん、だからこういうことをやめるっていうことは非常に重要なことなんじゃないかというように思います、うん、でそれからまああとまあ、工場、うん、地方に工場が来るかっていうような話もあります、うん、で確かにもう円高になって、うん、それから遠くの大地震があって、うんうん、それでもうダメだということで日本にこうもう工場は作らんということにもうなってしまったんですけれども、うん、こうやって円高が落ち着けばですね、うん少なくともまあ新たにまっさらに工場を建てるっていうことはまあなかなか難しいと思うんですけれども、うんうんまあ使っている機械を増やすとかですね、うん、それからむしろこの省力化する、うん、するということはまああり得ると思うんですね、うん、でそのことによって、うんコストが下がる、うん、でコストが下がるからまあまた雇うことができるということもあると思います、うん、だからどうやって広げるかっていうとやっぱりその規制改革を通じて、うん広げるということが重要なんじゃないかと、うん、で、お金をこう予算をで、広げると言ってもですね、うん、そのこれ大体お金をいっぱい使うって言ってみんな公共事業になっちゃうんですよね、うん、だからそれ以外でそんなたくさんは使えないので、うん、だからそうすると、うん、その時は仕事があっても永続的に仕事がないっていう状況になってしまうわけですね、うんうん、で永続的に仕事がないとなると、うん、それをやろうとする人はいないんですよね、うん、それからそのために投資する人もいないわけです、うん、だって、まあ、今は
工業需要来るかもしれないけれども、うん、やっぱり国の予算がこれだけ厳しければ、うん、そのうち来なくなるだろう、うん、そうするとまああと3年かなと、うん、そうするとあと3年のために、うん、なんか人を雇うってなんかする、うん、っていうのはまあできないってことになる、うんうん、それから投資もしない、うん、で投資をしないと生産性が下がってしまって、うんうんうん人手がいっぱいいるっていう話になってしまって、うん、いやそうすると人がいないから工事ができないという、うん、これ悪循環になっちゃうんですよね、うんうん、それから人の方もですね、うん、あと 3年しか仕事がないと思うと、うんうん、一生懸命なんか技能を覚える気がしないですよね、うんうんうん、そうすると技能が高くない人がやる、うん、だから仕事が進まなくてますます人手不足になる、うんうん、こういうわけが分かんないことが起きるっていう、うんうん、いうことなので、うんやはりそのこういう規制改革で、うんうん地方に広げるということが必要なんじゃないかというように思います、うんうん、やっぱなんだっけ竹中平蔵さんが、うん、特区一生懸命やってらっしゃるじゃないですか、あの人も要するに規制改革をするんだけれどもいっぺんに日本全国でできないので、特区を切って規制改革をしてみると、でそこでうまいこといけば周りに広げていこうという発想ですよね。で、はい、はい、だもちろんそれはいいんですけれども、うん、なんかその農業とかね、うん、つまりそのなんていうんですかね、例えばカジノとかね、うん、その賛否両論あってよくわからないと、うんいうことを、まあ、特区でやるっていうのはいいんですけど、うん、その農業の場合に、うん、だってその土地が、うん、つまり農地があって、うん、それを耕す人がいなくて困ってるのに、うん、お前は耕しちゃいけないとかね、うんうん、そういうことを言ってるのは変でしょうっていうことですよね、うんうん、だからそれまあ少しずつやってもいいんですけど、うん、でも少しずつやってると全然進まないじゃないですか、うんうんだから日本全国特区とかね、うん、そういうのやった方がいいんじゃないか、うん、ただまあ全国特区って言うとみんな反対するからまあ仕方ないんだと、まあ、そう言われればまあそうかもしれないということになりますけどね、うんうん、あとそのアベノミクスをちょっとよくよく考えてみると、はい、3本の矢だったじゃないですか、で今は3本目の成長戦略、そうですね、ここが重要だと、でいろんな人が言うのは成長戦略のあまり具体性がないとか、目玉がないとかって言いますよね、原さんもそう思いますか。それはそうですね、ただねまあその安倍総理という人が、はあね、女性が輝くとかね、はあ、そういうことをこれだけ一生懸命言うとはまあみんな思ってなかったんじゃないかと、つまり強いすごい保守的な人でね、そういうことを言う人じゃないんじゃないかと思ってた人が多いと思うんですけれども、まあそういうことをおっしゃってるわけです。だけどこれは間違いなく効果があるわけですよね。だって今まで専業主婦だった人が働けば当然言っちゃいますよね、うん、当然労働者が増えるわけだから、うんはい、雇用が増えるんだから雇用が必ず雇用が増えるんだから生産は必ず増える、うん、というわけでこれぐらい確実な成長戦略って、はいないんですよね、はい、であとじゃあ何があるかっていうと、うんまあまあ、農業を良くするとかいうのはあるわけですけど、うん、農業って 1% 産業なんですよね、はい、日本全体の、はい、ですからこれが倍になっても GDP1% しか増えないわけです、うんうん、だけど女性が働くっていうことは、うん、女性が現在の、うん、先進国の平均並みに、うん男女間の賃金格差、うん、それから男女の、就業率格差ですね、うんうん、これが先進国の平均並みに縮まると、うんまあ、GDP は2割弱増えるんじゃないかと、うんまあ、そういう試算もあるわけです、うん、だからこれは非常に大きいものですね、うんうんうん、でただそのためには女性が働くときに子供を預かってもらわないといけない場所、うんうん、いけないのであって、うんうんそうするとまあそのためにはもちろんお金がかかるので、うん、本当に2割増えるのかどうかというのは分からないんですけど、うん、
まあ農業が倍になっても 1% なんですからね、うん、だからこっちの方があるっていうのは明らかです。それからまあ法人税減税、うん、これも、まあ、要するに世界中がもうこういうことやってるわけですよね、うんうん、で、まあこっちの水が甘いぞってこうみんな言ってるわけですからね、うんうん、それでアジアの中はみんな 25% に法人税下げてるわけですから、うん、これもうあの好き嫌いの問題じゃないと思うんですよ、うん、やらなきゃいけない やらざるを得ないっていう問題であるってい う,、うん、いうことだと思います。であと、うん、まあ大きいものとで、うん、あとまああの、規制緩和っていうのは、うんうん、あ そもそも第三の矢って一本じゃないんですよね、うん、第一の矢っていうのは金融緩和ですと、うん、第二の矢は財政を、うん、あのたくさん出しますと、うんうん、で第三の矢は成長戦略でも成長戦略は何かっていうと、まあまあ、あの例えば規制緩和だといったって一つじゃないわけですよ、うんうん、で個々 の力ってのは弱いわけで、うん、まあ吹き矢みたいなもんですね、矢じゃなくて、うんうんうん、だから吹き矢がもうものすごいいっぱいあると、うん、それでやっと一本の矢ぐらいの力になるっていう、まあその程度の話なんですよ。だからその目玉がないっていうのは当然だということですね。当然だっていうことです。ただあのまあ、 あのだってまあ女性が働けばね、ああその分増えると、うん、ただそうするためにはいろんなことをやんなきゃいけないっていうことになるわけです、うんうんうん、だから例えば、うん、あのそういう福祉法人しかまあできないと、うんうん、だからあの株式会社が、うん保育所をやってもいいとかですね、うん、まあそういうような規制緩和ですよね、うん、そういうことをやらなきゃいけないと、うん、いうことになるわけですね、うん、だからあのまあともかく無数にいろんなことをやらなきゃいけないと、うん、その母さんいいですか、はい、ちょっとその女性の労働力についてなんですけど、はい、余計に少子化になりそうな気がする。そうなんですよ。女性が働いて男性が失業だけど今あの景気良くなってて人が足りないんですから、はい、その女性が働いて男性が失業することはないわけですね。だからそのために第一の矢っていうのがいかに重要かっていうことです、うん、だっていくら効率を上げても、うん、働いてる人が減っちゃったら効率上がってもしょうがないわけですからね、うん、だから第一の矢で、まあまあ、私はまあ本当に人手不足だとは思ってないんですけどね、うんうん、まあ、それを話すと長くなるので、うん、あのなるんですが、ともかく雇用状況が良くなっている、うん、その中で規制緩和をやることが大事だと、うん、でさらに少子化になるっていうのは、まあ、うん、そのご指摘の通りなんですね。やっぱ少子化になるんですか。いやいや、だから、はいはい、だからその保育所とかね、そのさまざまな、うん、あのものが重要だと。 そうだよね、それから、うん、なんかそのサービス残業すると偉いとか、うんうん、なんか付き合い残業すると偉いとかね、まあ、なんかそういう文化をなくすとかね。そういう文化はまあ残ってるんですよね。残ってだからあのそういうなんて言うんでしょうね、うん、だからまあ保育所を作るだけじゃなくて、うん、そういう文化全体を直していくと、うん、まあ、そういうことを通じて、うん、あの子供が減らないようにしなきゃいけないっていうことで、うん、で、うん、はい、はい、それで、まあ、その続きなんですけどね、はい、その確かにあの昔を見ると、うん、あの女性がの労働力率が高い国ほど、うん、少子化だっていうのが、うん、あの1990年以前の先進国のデータで見ると、うん、そういう関係があるんですね、うん、はい、ところが現在になると女性が働いている国ほどあの出生率は高いと、うん、そういう関係になっています、うん、それはその間にその多くの先進国で社会変化があったわけです、うんうん、でその社会変化っていうのは、うん、まあそういう変な働き方をやめるとか文化変革があったんですね、はいはい、それからもちろんあの保育所です、はい、保育所の整備だとか、はい、子ども手当だとか、はい、まあ、いろんな手段を総動員して、うん、先進国が社会の在り方を変えたということです、うんうん、だから日本もそうしないと、うん、もちろん減っちゃうと思うんですね、うん、それで あの私最近イタリアの人が面白い話を聞いたんですけど、うん、昔イタリアで、うん、あの学校の先生をやるとですね、うん、
給料は低いんですけれども、うん、週に20時間働けばよくて、うん、20年経つと年金がくれたっていうんですね。そうするとこれその子供を持ちたい女性にとっては最高で、うん、まず自分のつまりまず自分の子供をおばあちゃんに預かってもらって、うん、で20年経って、退職して年金をもらいながら、うん、その孫を孫の面倒を見るとそうするとこれは理想的なね、うん、その生活ができたということで、うん、学校の先生に非常に女性がなりたかったということなんですね。ところが、まあ、イタリアも戦後直後は高成長してたんですけど、うんうん、まあ、どんどん低成長になってきて、うん、まあ、いくら給料が安いからといって20年で年金っていうのはありえんと言って、うんうん、その年金くれなくなっちゃったんですね、うんうん、そうするとしょうがないからみんな働いて、うん、働いてると孫も見れないので、うん、全然それで出生率が減ってしまったという話はイタリアの人から聞きましてね。だからまあ、要するにそういうなんか制度が必要なんですよね、うん、だからその制度ってちょっとめちゃくちゃだからね、うんうん、それは適用できないんですけど、うん、なんかうまくいく制度を、うん、やらなきゃいけないと、うん、でまあフランスとか増えてるわけですし、うん、北欧の国もまあ、うん、そんな減ってないで、アメリカはもちろん減ってない、それで、うん、まあ、みんな移民のおかげでアメリカは減ってないんだっていうんですけれども、うんうんうん、その白人だけの出生率を見ても結構高いんですよね、うんうん、結構2は割ってますけど、うん、日本の 1.4 とかじゃ、まあ、1.9 とか、うん、そのぐらいはいってるんですね、うんうん、だからいろんな国の、うんうん、一番いいところをやっぱりしっかり学んで、うんうん、それを取り入れると、うん、いうことをしっかりやっていかないとできないんじゃないかと、うん、だからそういう意味で、まあ、安倍総理がですね、うん、その女性が輝くとって、うん、具体的に何を やるんだということですよね、うんうん、だからまあ幸いに保育所はいっぱい作ろうとしているんですが、うん、現実問題として結構やっぱり大変ですよね、うん、なかなか。そうですよね、うん、原さんちょっと 2,3 質問に答えてもらっていいですか、はいはい、今議論されている移民受け入れについての原田先生の見解をお伺いしたいです。はいはい、で移民って、はい、その移民が国内の経済に、うん、いいかどうかっていうのは、まあ、いろんな議論があるんですけれども、うん、その議論をこう全部サーベイした先生がいらっしゃるんですが、うん、その議論のサーベイによると、うん、まあ、その国の経済のためになる移民を受け入れればためになるというまあなんかまあこれトートロジーなんですけどね。だけどだからさ、確かに高度な技能を持って、はい、その人のおかげでみんなが職にありつけるとね、うんうん、そういうすごい移民が来れば、うん、それはいいに決まってますよね、うんうん、だけどそういう移民ってみんな来てほしいわけですから、うんうんうん、取り合いになると、うん、でもう取り合いになってて、なかなかもう取れないと、うん、そうすると今なんか日本が考えているのは、うん、移民じゃなくてその労働者を入れて、うん、その労働者には、うん、まあ、いろんな社会保障負担をしてもらうんだけれども、うん、まあ、病気にならないで、うん、年金をもらわないで早く帰ってもらうと、うん、まあ、こういうことを考えているんですが、これってずるいでしょうとだってね、病気にならないで年金ももらわないで早く帰れたって、うん、ただ社会保障のね、料金だけは取りますよって、うん、でやっぱりこういうずるいことを考えても、うん、私はうまくいかないと思うんですよね、うん、だからそれから外国人労働、うん、外国人研修生制度ですね、うんうん、でこれ技能を教えると言いながら、うん、ほとんど技能を教えないで、うん、安く使ってるんですよねだからこうやって騙してるわけですから
やっぱり嘘とか騙したりするのは良くないですね。だから、だから正直にやらないといけないと思うんですね。だからむしろ、いやこうやって保険料取るけど、まあ、君たち病気にならないで年金もらわないで帰ってよねって最初から言うならまだしもそれを言わないでね、騙して連れといてそんなことやってうまくいくわけがないというように私は思います。で移民を、はいはい、じゃあ完全に移民にするっていうと、非常にいろんな問題が起きて、じゃあ同化するっていう考え方と、多文化共生という考え方と、それからまあ助っ人でいいですよっていう、まあ、そういう3つの考え方があって、同化するってのはまあ相撲ですね。あ、はい、相撲完璧同化ですよね、はい、で完璧に日本語話してますし、はいはい、でああいうふうにする、でもそういうのは当然いや 横綱にもなってもらいますよっていうことなんですね、じゃあ日本人にそういう覚悟は、まあ、ありますかということですね、で多文化共生っていうのはまあなんかこう変わった面白い人に来てもらったらそれで日本の文化豊かになります、まあそういう話ですね、まあサッカーなんかそうですね、だからなんかこうあっと驚くような芸を見せてもらうというと、まあ例えばまあ今フォルランっていうのはまあ来てますよね、あの大阪の、セレッソ大阪に来てるんですけど、まあ、ちょっとこの異次元の強さを見せてもらって、あのまあみんなで感心すると、で感心すると同時にそういうプレーに接触して日本の選手に強くなってもらうと、まあこういう考え方ですね。だけどこういう考え方でやってもこう取り合いになってるわけですよね。だからなかなかこう安く来てもらって安直に得するということはできないっていうのは今の世界のそのなんだろう高度移民の状況なんですね。だからそれが本当にできるのかどうかあのよくわからないっていうことです。それでまあ助っ人でまあそのまあ野球なんか助っ人だと思うんですけどね、まあ全然あんまりなんか文化的なショックとかなくてそれぞれ別々になんか、まあ、野球ってなんか別ねあのなんかバラバラの感じでやってますもんね、サッカーって、ね、助っ人外人って言うぐらいですからね。だけどそれも、つまり高い給料払ってバスケットやってもらって、でその人たちは高い給料だから、あのまあたまに日本が好きになった人がいればまあ勝手に同化するんですけど、そうでなければまあ戻るってわけですね。だけどこの低い給料の人に助っ人してもらおうというように考えてもまあうまくいくのかと、だからともかく嘘とズルはいかんと、だからそれでは絶対にうまくいきませんよということを私は言いたいんですけど、なんかその嘘とズルで何とかやろうという人がなんか多いようで、これは将来に禍根を残すなと思いますが。なるほど。あの先生、あの、ね、先生フォルテン知ってるんだ笑い。あ、フォルラン、フォルラン。あ、フォルラン、ごめんなさい。なるほどね。で、その、じゃあもう一回話戻すんですけど、そのアベノミクスがなんか今うまくいってるかどうかが、その消費税上がった後なのでよくわからないじゃないですか。だけど雇用は良くなってるの事実で、でそれはあの雇用は良くなっていると。だからそれはアベノミクスのね第一の矢のおかげで、でこれであの要するに人手不足になってもう終わりだっていう人がいるんですけれども、その人手不足になっているのはあのこう無理やり、公共事業で雇用を作っている部分があるので、これもうやめるべきだというように、つまりだって公共事業ってもともとそのケインズが、あのいや失業者がねいっぱいいるんだったら、穴掘って埋めてもまだマシじゃないかと言ったことから始まったわけですよね。だけどもうあの人がいない、人手不足だっていうことはもうそういうことはやらなくていいっていうことですよね。でその人たちをまた別の仕事に使えばまだ人手不足は緩和できるっていうことです。
それからいろんな、もし人手不足であれば賃金が上がるわけですよね、うん、だから深夜の、まあ、牛丼屋なんかで、うん、人手不足だって言うんですけれども、うん、何も深夜で300円の牛丼なんか食べれなくたっていいじゃないかと、うん、まあ、私は思うんですよね、うん、だからそれが潰れたからといって、うん、じゃあ何が困るんだ、うん、だからその人たちは深夜働くんだったら、あ、もっと高い給料の働ける場所を探してどっか行ってるはずですよね、今までそこで働いて、うん、だからその人たちはハッピーになってるわけですよね、うん、だからこれいいことなんであって、うん、こう人手不足で、その牛丼屋がなくなったとしても、夜の牛丼屋がなくなってもですね、うん、やっぱり高い給料で夜働けるようになったっていうことの方がずっといいことなんじゃないかと、うん、まあ、大きく見ればってことですね。そういうことです、うん、でそれであとほら安倍さんが言ってるんですけど、地方をなんとか活気づかせようとして、まあ、特区もあるんですけど、あとほらこの間したほら中核都市、あ、中核都市ね、うんうん、はい、札幌、仙台、はい、名古屋、大阪、はい、広島、福岡でしたね、その中核都市を重点的にこれからはやろうっつってるじゃないですか、でそれもアベノミクスが地方へ波及するかどうかの一つの施策じゃないですか、その辺は原さんどうお考えですか。これはなかなか難しくて、うん、つまりその中核都市を政府がやるっていうと、うん、じゃあ他の国は、うん、他の私はどうするんだっていう話に必ずなるんですよね。だからそれはまあ、大昔のね、新産業都市を作るっていう話の時も問題になって、最初はまあ10個ぐらいの新産業都市を作ると言ったんですけど、言ったんだけれども、うん、なんで俺のところにはやってくんないんだって話になってどんどん増えちゃった。うん、だからでこの今言われたね、札幌とか仙台とか、うん、福岡とかいうのは、うん、もうみんな100万都市なわけですよね、うん、だから国の援助なくたって自分でできるわけですよね、うん、だからその少なくともその地方の中ではうまくいっている都市を、うん、政府が可愛がると、うん、俺もなんで私は可愛がってくれないのって言ってばっかりになっちゃうからそこは良くないと思うんですよ。だからむしろほかっとけばいいじゃないかと、うん、中核都市は要するにその独自性に任せてっていうか、まあある程度見てるだけでよくて、うん、それ以外の地方都市に国はもっと、ただね、そうする、うん、それも非常に難しいんですよ、うん、だってつまりある町をなんか助けようとするっていうことは、うんうん、人口決まってますからね、うん、他の都市が減っちゃうということなんですよ、まあね、そうですね、でものすごい難しいことですね、だから、うん、やっぱりその、うん、各都市が工夫してもらうっていうことと、うんうん、それから、まあ、生活全ての国民が生活に困らないようにことをするっていうことが大事なんじゃない、うんうん、でその第一は雇用状況が良くなるっていうことですね、うん、それから第2は例えば、うん、そのさらに雇用を増やすっていう、うん、だから例えば女性が働けるようにする、うん、それからその格差が広がらないようにするとか、うんうん、まあそういうことを以上に個別の都市をどうこうするって国が考えると大体収集がつかなくなるんじゃないか、うん、今までもそうだよ、そう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 、そう、なるほどね、そういうふうに思うんですけどね、だからともかくだってもう100万都市なんかもう立派なんだから自分でやってくれっていうしかないと思うんですよね。原さん、いろいろ来てましてですね、はい、やはり女性の就労にしても移民にしても労働条件と社会福祉の問題になるんですね。そうですね。それでさっき の中核都市の話なんですが、まず人が集まらないとね、あと難しいですね、中央集権の限界なのね、地方はな、同州制は反対ですか。はい、同州制をやるとすると、うん、じゃあ今までの県とね、うん、同州の関係はどうなるのか、うんうんうん、で今でも中核都市、政令都市ですね、うん、はい、で政令都市のあるところの県ってなんか空洞化してるんですよね。あ、そうなんだよね、だから
あのね、だまあ確かに大阪でも大阪府とあのあ大阪府じゃない大阪市と堺市と ね、うん、だからあの狭い中に2つあるとかね、うん、だからまああの東京だってもし、うん、ねあの堺があの政令都市だったら、うん、まああの世田谷区とかね、うん、政令都市になってもいいんじゃないかと思うんですよね。だからそういうふうに考えると、うん、あの橋本さんが、うん、いやあの大阪都にしなきゃおかしいだろうっていうのも、うん、まあ分かる気はしますね、うん、だから県をどうするのかっていう問題があると思います、うん、それからだからそうしないとだって、うん、県と道とねこの県と道と市があってね、うん、しかも市の中で権限 の、うん、あの要するに都道府県あの都道府県並みの権限を持っている政令指定都市があってね、うんうんよくじゃあそれでどうするんだって言うと、うん、かえってわけが分かんなくなっちゃうんじゃないかと、うんうん、だからどうするんだっていうのを決める必要があるんじゃないか、うん、それからまああの道州にすると、うん、あのその道州の数が非常に少ないですよね、うんうん、だから そんなちょっとでもいいのかなという気がするっていうこれはよく分かんないですけどね、うんこれよくわかんない。これはあの私が正しいか正しくないか自信ないけどそれでいいのかなっていう気がする。それからもう一つはあのじゃあ道州の、 あの知事と言っても例えばあの関東州の知事っていうのはできるわけですよね。そうするとなんか人口3000万のねあの直接選挙選ばれる人がいるわけですよね。そうするとなんかそれとなんか総理大臣との関係とかねこれ南北朝にならないかとか私それを心配してるんですけどね難しいですねだから、はい、そのあたりを考える必要があるんじゃないかと、うん、それでじゃあ東京と東京以外のところって分けたら、うん、これ意味なくなっちゃうんですよね、うんうん、そうですよねだからじゃあそこをどうしますかっていうこと、うん、だからこういうことを考えた上で、道州制を考える必要があるんじゃないかっていうふうに思いますね、うん、じゃあちょっと多分最後だと思うんですが、残業を禁止にしたら雇用は増えますか。ああそれは増えるだろうと思いますが、うん、あ一般論としてはね多分増えるけれども、うんうんただ残業ってあの、うん、つまり企業って臨機応変に働いてもらう必要があるわけですよね、うん、だってあとちょっとのことで終わらしたいと、うんうんうん、あとちょっとのことで終わらしたいのに、うん、そこで、あの残業禁止だったら、うんまた明日1時間やらなきゃいけない、うんいうことなわけですからね、うんうん、だから当然企業の効率を下げる可能性があります、うんうん、ただそれってつまり恒常的に残業しているような状況っていうのはおかしいわけですよね、うん、だからそれも要するにその働き方をね、うん、変えないと子供が増えないっていう話なわけですよね、うんうん、だから例えばあの日本の残業手当って 25% 増しでしかも 25% も払ってないっていうような企業がいっぱいあるわけですよね、うんうんうん、そうですね。で、あのボーナスとかそれから社会保険料とかありますので、うん、25% 増しでもあんまり増しになってないんですよね、うんうん、で、他の国ではあの 50% 増しとかね、うん、そういう国があの多いので、うんまあ、例えば 50% 増しにするとか例えば 50% 増しにすれば、うん、あのこう考えつまり必死に考えて、本当に急に仕事が入った時だけしか残業させないっていうふうになりますよね、うんうん、でもさっきサービス残業の風潮が残る日本としてそう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 だからなかなかこう文化を働き方の文化を変えるんだけど、うん、ただあの規則を変えることによって文化を変えるってことはあり得ると思うんですよね、うんはい、でただあの、じゃあ残業代 50% にしたら、うん当然あの必要な人をこう常に雇うことになるから、うん、そうすると急に仕事が減った時に、うん、あのクビにせざるを得ないと、うんうん、で恒常的に残業していればあの
不況になったら、不況になるというのは要するに仕事が減ることですから、うんうん、そうすると恒常的にさせている残業時間をカットすればいいと、うんうん、でクビにしない、うん、で、残業時間だけカットして、うん、クビにしないで済むと、うん、だけど例えば残業代 50% にしたら、うん、これクビにせざるを得ない場合も出るじゃないかと、うんうんうん、まあ、いろんな問題があって、まあ、なかなか一筋縄ではいかないというのが事実です。じゃあ原さん、最後に、この質問、そもそもの注目の質問なんですが、はい、アベノミクスは地方に広がるのでしょうか。はい、まあ、広がっていく、それは雇用がいいからです。雇用がいいから広がっていくと思います。原さんは思うわけですね。はい、はい、わかりました。来週はですね、次回の番組は8月5日火曜日16時からです。皆さん、書き込みどうもありがとうございました。はい、原さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。